今回は、暑かったからショーケースで涼んでいたら通報されてしまったというニートの一致の話を紹介するよ。ニートは40歳。暑かったからショーケースで涼んで通報。なんか暑かったからショーケースで涼んでたら警察まで呼ばれた。家のクーラーを Y の部屋だけ止められて暑かったんや。ショーケースって？また何時から犯罪者が。コンビニのショーケースだよ。アイスとか入ってるやつがあるやろ。普通入らないだろ。わかっただろこんなん。暑いから変なのが湧くのかな。中学生でもやらないことをなんでおっさんがやってんの？バカなの？最初は暑すぎてアイス見てたら涼しくなれる気がしたんや。まあコンビニの中はクーラーも効いてるしな。でもなんかエアコン微妙で暑かったからついつい中に入ったらすぐに通報された。化け物。通報は当たり前だ。賠償金とか払うことになるんじゃね？こんな奴が入ってたショーケースのアイス食いたくない。それな。店の奥の部屋に連れて行かれてかなり怒られてから、警察に説教された。暑かったからって正直に話したのに、その年でどうこうってバカにされたんや。で、何歳なんだよおっさん。うわぁ。こういう大人にはなりたくないよエレイ。40歳だ。って言っても、まだ40になりたてで心は30代のままやで。30代でも普通はやらないんだよな。30代でやらないって書いてる奴がいるけど20代でもドン引きだし小学生でもうえって思うと思うぞ。最近の小学生ならスマホで撮影して流すくらいしそう。店長もびっくりだよな。SNS で晒されなかっただけえやん。確かに、晒されてないのは奇跡。警察まで呼ばれてこっちは最悪なんや。SNS なんかに晒されたら肖像権の侵害で訴えて金取ってやるわ。なんかアホが変なこと言ってる。コンビニにこんな奴いたらドン引き。普段からそういう機械な行動してんの。夏まではずっと引きこもってた。40になって初めての夏でいい加減、ダラダラするなって言われてクーラー取り上げられてこれ。一致の言い訳って小学生以下だよね。わかる、小学生、欲しかったから消しゴム盗んだ。と同じレベル。いや、それすら小学生はしないだろ。低レベルすぎてあぜん。Y、一致と同い年なんだよな。どうしてこうなった？ Y だって働く仕事があったら今こんなことになってないんだよ。20代でニートになって何度か働こうとしたけどダメだったんや。そういう意味ではニートの Y を作った社会のせいやろ。は？お前のその意味不明な行動が社会のせい？あたおかなだけだろ。こうやっていろいろなものにするやつ多いよな。まあ、確かに病気かもしれんけど。甘えんなよ、探せばいくらでも仕事はあるぞ。お前ら襟好みするなって言うけど Y を雇ってくれるとこなんてないしさ。ここまで無職歴が長いとそもそも書類で落とされるんやが。じゃあお前はそうやって一生ニートして暮らすんか。もう炎上系 YouTuber にでもなれよ。20代からずっと言い訳ばかりの人生ってどうなの？昔、ニートに憧れたことがあったけど、それって1年とか2年とかただ遊びたいだけって気づいた。わかる、日本も、もうちょい柔軟になればいいのにな。一致みたいなクズは置いておいて1、2年のブランクは余裕みたいになってほしい。アメリカみたいなことは日本では無理だぞ。アメリカでもそれができるのは能力があるやつだけ。エアコンなくてマジで暑い。今回のことがあって親に外に出るなって言われた。これが本当のデキン。コンビニもデキンだろうけど家から出れなくなったのくさ。確かにこんなアホは家から出さないのが一番か。でも家にずっといたらストレスになりそう。家にいるとむさ苦しいとか親が言ってたくせにさ。ちょっと警察呼ばれただけでこれや。納得いかんな。残党。近所のコンビニなら親もあれこれ噂されるだろうしこうするしかないって苦肉の策。そのうち追い出しやがきそうな気がする。親も一致を同行するようなパワーが残ってないんじゃね。40代の親だぞ、年齢も察し。やっぱり体力も気力も残ってるうちにニートはどうにかしておくのが親の使命だと思うわ。追い出すなりマルスなりするべきだよな。ニートはもう親がマルス場合はオッケーってことにしたらいい。安楽丸みたいなもん。それか収容施設みたいなの必要だよな。引きこもれれば Y は施設でもいいけどな。クーラー、パソコン、スマホ、ネット環境が必須。あとは一人部屋があって、誰も干渉せずに置いてくれるならありがたい。何言ってんだこいつ。その3食風呂付きの施設代がどこから来ると思ってんだろう。親か税金かってなるんだぞ。NPO 団体とかもあるんじゃね、知らんけど。こんなの支援する団体ないだろ。ああ、熱い、Y はアイスになりたい。もう嫌や。この世が嫌なら丸んでもええんやで。ほんとそれ、一致の存在価値なんてないやろ。酸素吸って二酸化炭素で空気を汚すだけの埋まる子製造機。植物や微生物の方が有意義だよな。微生物さんに謝れ。さっさと自立しろよ、おっさん。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。親戚のガキが泊まり来てニート煽りされてるんだが、そろそろ切れそう。マジでクソ。
お前ら言っていいことと悪いことがあるやろが、大人怒らせたらどうなるか思い知らせたろか。これ親戚のガキが来てるのはただの妄想でニートなのは本当なんだよね。ほんまなんや、マジでクソガキ黙らせる方法教えてくれメンス。働く以外で頼む。現実的かつ即効性があるものを頼む。即効性、お前がそこまで落ちぶれるのに何年間かけたんや。即効性のある対処法なんてあるわけないやろ。ワイがのし上がらんでもええわ。クソガキ懲らしめたい。チクチク言葉やめたれ。くさぁ。いいこと言うな。親戚のガキがこもり人、こもり人、って煽ってくるんや。マジでしばき倒したい。ニート激怒。うるさいボケ。やあいニート成人。それ君のことやで。事実だから仕方ないね。これを機に働けるといいね。ワイが働くとみんなに迷惑かかるからあかんのや。こもり人くん言い訳はやめなよ。お前は帰れ。事実だろ。働かせるために親戚まで使ってる親心を汲み取ってあげなよ。相手は16と18のクソガキや。姉貴のガキでどっちも憎たらしい顔してる。オスかメスか教えてくれメンス。すまんどっちも男や。オスかきついな。ガキもそうだし、姉貴にも同じこと言われた。本気で殴ってやりたかった。それその二人も大概やべえやん。せやろ。年上への礼儀知らなさすぎや。みんな少し冷たくないか。一緒にクソガキ懲らしめる方法考えようぜ。そのガキの親に言えば？羨ましいわ。ワイは身寄りなしのフリーターや。冷たいというか働く以外方法ないやろ。これフィジカルすら負けてるやろ。ワイにだってプライドはあるんや。そこだけは絶対譲れないで。こんな悲惨なニートなんておらんやろ。ネタだと思いたい。ここでクソガキ黙らせられればワイの人間ランクも少し上がると思うんや。お前ら協力してくれメンス。ニートが許されるのって小学生までだよね。意地悪言わず助けてくれやで。こもり人でくさ。いいセンスしとるわ。はい、侮辱罪、通報するから震えて眠れ。日頃の行いの積み重ねでそういう現状になってるのに被害者ぶってて気持ち悪い。外出ろよニートが。過ぎたこと言ってもしゃあないやろ。現実見ろよ。イッチが働いたら全て解決。それができへんから困っとるやんけ。マッマも許してくれてるんだから介入しないでくれメンス。じゃあ甘んじて受け入れるしかないやろ。コモリン、ママかわいそう。それでお前は言われた時どんな反応してんの？下向いてプルプルしてるようじゃ一生そのままだわ。一人丸しただけなら丸系はならんし、まあ好きにしなよ。おいおいやめろーって大人な対応したけど内心ブチギレやで。丸目のコントやん。こもり人聞きすぎやん。35超えたら無職やで。パワーで黙らせればええんちゃうん。別にそのガキと険悪になったところで何もデメリットないで。どうせその手のガキはイッチが一人身の老後迎えても何も助けてくれないし。姉貴の旦那がめちゃくちゃ怖いんや。親戚総動員でワイのこと丸めるから手出しできへんのや。ああ、それは辛いな。お姉さんの旦那は見た目がいかつい人なん。フットサルやっててめっちゃ強そう。子供の教育できてへんけどな。わら、なんで働かへんの。働けいうやつは帰れ。マッマがいいって言ってくれたんだから文句言うな。部屋こもって出なければよかったのに。どうしても呼ばれていかなあかんかったんや。マッマは諦めてるだけちゃうんか。パッパがいい会社勤めてるからなんとかなっとる。そもそも16と18の男2人をパワーで抑え込めるわけないやろ。だからって言葉の暴力はあんまりやろ。そんなん喧嘩勝てるかどうかよりも気違い度を見せつければええんよ。そんな気狂い行動取ったらイッチが家から追い出されて終わりやろ。パッパと親戚のおじがわいのことよく思ってへんからそろそろ危ないかも。学費、イッチかける高さイコール面積。あいつら底辺煽りもしてくるんや。ほんまひどいで。ワイのおじもクソガキたちにちゃんと勉強しないとワイみたいになるぞ。ではいのことを丸めるんや。人権侵害で訴えられんかな。お年玉なしにするぞ。でええやろ。前にマッマからワイからって手で渡したら無職に施されるほど落ちぶれてないとか言ったからそのまま取り返してパチ言ったわ。思い出しただけでもイライラする。お前がもらうんかい。もらう側なんかいくさ。切れたいのはお前の親では。いや、家燃やせよ。家燃やさずにうだうだ言ってる時点でお前の負けだよ。燃やす妄想はよくするんやが、マッマに申し訳なくて。親戚を止めない母親も同罪だよ。むしろ四方八方に甘い顔してる分たちが悪い。これが正解やわ。全員悪人や。前に無敵の人のニュースやってた時もお前もやりそうとか言われたからな。最後に復讐と思うんやが、犯罪は怖くてできへんのや。丸人教唆はやめてくれメンス。一回テーブルの上に飛び乗っておいてあるものぐしゃぐしゃにしながら規制上げて回ったらビビって黙るやろ。もう交代するとこないんやから事件性ないレベルで派手にやらんと。前に露骨に不機嫌な態度してたら姉貴の旦那と喧嘩になったんを。
喧嘩になるのはまだお前が常識の中にとらわれてるからや。相手が勝負したくないって土俵でやらなあかんで、まず何をどうあがいても正攻法ではお前は勝てないってとこを認めるとこからやな。普通ガキが煽ってたら周りの大人は怒らなあかんやろ。みんな倫理観いかれて弱者丸めて楽しんでるんや。良い薬くらいにしか思われてないよ。俺もそう思うし。だから言うてなんだかんだ自分に落ち度あるんだからある程度は致し方なかろう。そこで切れたら自分の首絞めることなるだけだし、言われてもしゃあないと割り切って右から左に聞き流しとけよ。わいも大人やからそう思って我慢してんのにもう限界や。マッマには姉貴連れてこないでほしいって言ってるのに言うこと聞いてくれないんや。限界来てても働く気は一切ないんだろ。だったらもう割り切ってブライトバリに腕広げて、あーニートさ、ニートで何が悪いのかって一発ボケかまして笑い提供してやれよ。なんでそんなひどいこと言うんや。別にひどないやろ。押してダメなら引いてみろって感じよ。逆にニートって辛くないの？バイトくらいやればええやん。もう周りに迷惑かけて怒られるのは嫌なんや。でも今お前家族に迷惑かけてるよね。16と18歳の子供がいる姉貴。お前何歳や？わい40で姉貴多分42やで。40でニートか。もう取り返しつかないかもな。犯罪だけはするなよ。お前らも辛辣すぎやろ。誰か同じ境遇の仲間おらんのか？働いたら黙る。これしか正当な黙らせ方ない。正当じゃなくていいんやったらしばき回す。以上。前に職業訓練行ったことバレて散々バカにされたから二度と行かない。家族も狂っとるやんけ。メンタル豆腐やんけ。確かにニートやわ。いや40で無職って。それリストラされた奴にも同じこと言えるんか？お前はリストラされたのか？それ以前の逃げてるだけの人なんだろう？世の中にはもっと理不尽な目に遭ってる人が5万通るんやで。結局働いてないのは変わらんやろ。結果見てもノイエやボケ。おい引きこもり。言われた側の気持ち考えろかす。お前らもっと温かい言葉で頼むで。わいも辛いんや。まずクソガキっていくつや。16と18のクソガキや。感染症で青春すら遅れてないカスのくせして。まあまあ生意気になりがちな年齢やな。あまりにひどい。制裁を加えたい。でも何かと理由つけてやらないやん。もう無理や君には。要は自分勝手な40歳おじさんなんやな。釣りやと思うがマジなら救えようがない。アルバイトでもいいから働くと周りの見方も変わって自信つくぞ。26くらいかと思ったら40かよ。山上したら黙るやろ。政治は興味ないしよくわからんのや。ゴミならゴミらしく転売屋でもやったらええやん。時間だけはたくさんあるやろ。メルカリのやり方わからん。いつまでもあると思うな親とかね。40でまっまとか言うな。頼むからアルバイトでもして母親を安心させてやれ。ニート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 最悪。やめてクレメンス。過去のトラウマ思い出してまう。そもそもニートって年でもないやろ。ただのゴミや。みんな頼むからクソガキ黙らせる方法考えようぜ。ワイのニートはこの際どうでもええから。クソガキはお前が高齢ニートやから突っ込んでくるんや。ニートじゃなくなったらなくなるで、全ての根源がニートやからや。ニートナックルでガキにポコパン決めて分からせようぜ。もう丸は反撃怖いな。相手に正当防衛という名の愛を殴る口実を与えてしまう。でもニートなのが悪くない？世の中職についてても実家暮らしってだけでバカにされる世の中なのに無職って。ニートに厳しい社会が悪い。一致はいくつなん？ワイは今年で40歳や。殴って分からせとけばええやろ。そしたら次から泊まりに来なくなるわ。精神病んでるアピールすればええやん。なんなら自丸未遂でもして親族に危機感持たせればええ。前にそれやってうつ病って言ったらおじに甘えんな診断書出せって言われて積んだんを。素直にニートを認めて無視すれば相手するだけ無駄。無視するとあいつらワイの部屋に勝手に入ってきてバカにするんや。プライバシー侵害だしいい加減我慢の限界や。ほんまかそれ。なんか嘘くせえ話だな。鍵閉めれば。鍵ないんや。完全に無視しろ。反応がなければそのうちどっか行く。反応しないと動画撮って親戚 LINE に拡散してくるんや。ひどいやろ。クソガキもヤバくてくさ。徹底して無視しろ。40ニートが今さら何親戚気にしとんねん。ありがとやで。お前はワイの味方や。ていうかそのクソガキの親に言った方がええやろ。さすがに親戚とはいえもうちょい教育しろと。何度もしつけどうなってるんだって言ってるんだが、働かないお前が悪いとか言うんや。クソガキの性格の悪さはワイの職の有無では決まらんやろボケ。親も大概やな。人間やから続くとイラッとして手が出るかもしれん。歯とか折れたらすまんなとでも言ったらええわ。それでも続くならマジで手出せばええと思うわ。どうせ大した刑にならんしそれで相手は来なくなるやろ。ニートやけど堂々と一緒に飯食ってるわ。なんなら妹の旦那、義弟にお酌させてる。どうせ起きるなら介護の仕事したらよいよ。そのクソガキたちの言ってることが可愛く思えてくるぞ。
ジジババの糞尿片付けるのだけは無理や。じゃ他のはできそうやな。道路工事の旗振りあれ。パッパがいい会社勤めてるから、金には困ってへんのや。1000円渡すだけで尊敬されるぞ。前にお年玉渡したらバカにされて切れて持ち帰ったわ。そういうとこやぞ。無理、できないばっかりだな。救いようがない。ワイの血を引いてる以上、お前らもニートになるぞって言うんやで。これだよな。引きまくって発狂するの目に浮かぶで。引いてるのは姉の血やからワイのではないんじゃないか。もう発狂して暴れ回ればええやん。発狂すれば何やっても無罪なんやし。下手したら家を追い出されそう。ガチでヤバい奴には話題にもならんで。姉貴に苦情言いつけてやるわ。ワイは味方やぞ。ありがとやで。心に染みるわ。ちなみに一致の前の職業は公務員らしい。すまん、普通の派遣やけど4年くらいで辞めたわ。4年働けることがすごいんやぞ。ガキの学校なんて3年しかないんやからな。3月、なんか勇気出たわ。40歳ニートはおるとか半分自丸志願者だろ。無敵の人だもんな。ほんまそれやわ。地獄を見せてやる。親に食わせてもらってるんやから反面教師として生きて底辺煽りされてストレス発散吐け口になってやればええやん。だとしてもやりすぎやろ。ワイにだって人の心はあるんやで。それが嫌なら親元離れて生ポでもらって静かに暮らそうや。一人で料理とか洗濯できる自信がない。ちなみに正月とお盆はおいとめにいくらあげてるの？もう3年はあげてない。4年前に3000円ずつ渡したらバカにされたから二度とあげてない。そりゃいろいろとバカにされるわ。働けクズ。釣りであってほしい。マジなら惨めすぎる。どっちもどっちな気がするな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。35歳ニートが介護職員として働き出した結果、発給だけどなんとかやれてます。誰かに必要とされるって素晴らしいな。むしゃくしゃして老人丸したり殴ったりすんなよ。恵まれてることにいいじいちゃんばあちゃんばかりで恵まれております。介護福祉士、ケアマネ、主任ケアマネとステップアップしていけよ。頑張るわ。少し前に面接行ってきたけど夜勤5回入っても総支給17くらいって言われて絶望してその場で辞退した。夜勤ほぼなくて手取り17くらいす。残業ほぼなしで。ケアマネ取りたいけどまず介護福祉士すら持ってない。自分も受けてみようと思います。一緒に頑張ろう。俺受けれるの多分再来年くらいだけど。車の運転できないと無理目ですか？免許なくてもウェルカムですよ。人手不足の業界なので当たり前かもしれませんが、給料安いのにおじいちゃんおばあちゃんの世話をしたいなんて人あまりいませんよね。老人動物園。まあそう言われても仕方がないすな。職場に恵まれてんな。うちなんて独自職員のせいで入ってきたやつみんな辞めていくけど。恵まれてますかなり。元ニートであることをバカにする人は一人もいない。新人や他の職員にビルスと本当いなくなってほしい。そうやって人を減らすとかえって自分の負担が増えることになるのにな。そうか、うまくいってるならそりゃよかったな。辛くなる一方だが。まあ、うん。初任介護って必ず取るの？必ずではないと思いますが僕はやりました。でも別れがすぐ来るよね。ですね。特養の所長やってるわ。お疲れ様です。私も今度会社からトレ言われてるからな。その前に辞めるけど。辞めて正解と思います。正直好きじゃないと続けられない。初任者研修どうした？受けましたよ。ハードかつ一応命預かってるようなもんなのに発給にしてスタッフのモチベ下げるのほんまアホらしいわ。今後いくら施設あってもスタッフ不足で入居待ちだらけとか自業自得すぎる。まあ給料に見合ってないなとは思う。責任とか業務とか正直もうちょい上げてほしい。保育園も安いからな。今後は少子高齢化で人手不足だもんな。施設は少ない、給料も少ない、人間関係悪い、仕事内容はきつい。ロボットがやるようになるんじゃね。人来なくて介護の会社がこんなとこに宣伝するようになったのか。人間関係の悪さは本当にひどいと思う。まあ職員の大部分が女だしそういうのもあるかもね。グループホーム勤務だけど手取り18万くらい。介護の大学院出て教授になっちまえよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。